どうもアジアンカンフージェネレーションの北です。山田です。はい、はい、祝 AKG25 周年企画、うん、北山田の振り返りトークも、はい、いよいよ第5回5回目ですね。5回目になりまして、はい、まあ、前回ね最後に言ったように、うん、今回は結成から、はい、デビューに至るまでの時期にスポットを当てたトークをやっていきたいと思います。はい、じゃあ、うん、1996年結成ですね、うん、だいたい2001、2年ぐらいまでの話かな、うん、インディーデビューするまで、まあ、主に学生時代になるのかな。そうなんだよね、うん、その頃って、うん、我々、まあ、大学生活が主を占める、うん、ということで。そうですね、今回、はい、我々の母校である関東学院大学にロケに行ってきました。そんな拍手するほどのことでもないですけど、まあまあまあ、でもね、資料がねそんなになさそうっていうのもあったし、ね、もう思い切って、ね、そうそうそう、行っちゃおうかっつって、行っちゃおうかっつって山ちゃんにね、うん、ユー行っちゃおうかって言って、はい、今回行ってきました、はい、我々が、行った関東学院大学の金沢八景キャンパスに行ってきました、はい、キャンパスに入るのは何年ぶりだ。2004年に凱旋ライブをしたじゃないですか、うん、そうだね、まあ、それ以来かな。それ以外はその後行ってないよね、うん、だから15年以上、15年も経つ か、 そうか、15年以上ぶりぐらいに行ってきまして、うんうん、まあ、結構当時と変わってたね。新しい建物がいっぱいあって、うん、本当に大学っぽい光景が、うん、衝撃です。綺麗になったしね、うん、まあ、今回ね我々の案内をしてくれた、はいはい、関東学院大学の広報課の浜さん、うん、はい、浜さんに、まあ、親切かつ、うん、丁寧なご案内案内をしてもらって、はい、まあ、スムーズに。そうですね、大学は休みの日だったんだよね、まあ、土曜日、うん、行ったのかな、行きまして、うん、はいはい、まず最初に我々が訪れた校舎というのかな、うん、7号館107教室、我々アジアンカンフージェネレーションとして初めてライブを行った場所、結成してね、うん、これかなり広い教室だよね。ここは実際僕はね授業受けたことなかったんですけど、うん、よく授業も受けてた。そうだね、俺は経済学部だったんだけど、うん、普通に普段授業する場所でもあるし、創造祭っていうね、うん、毎年6月に行われる文化系クラブが主催企画する学園祭っていうのがあって、はいはい、そうですね、我々4月に入学して、うん、6月の創造祭で初めてステージに立つと、もうアジアンカンフージェネレーションというバンド名で、うん、ステージに立って、これが1996年の6月8日、はい、うん、お日付までちゃんと土曜日、うん、セットリスト発表してもいいですか。いいですよ3曲やりまして、うん、1曲目がビートルズのカバーで、うん、ヘルプ、はい、ヘルプで始まって2曲目オアシスのカバーで、うん、リブフォーエバー、はい、うん、で3曲目これ最後の曲なんですけども、うん、オリジナル曲、おテーマ、まあ、アジアンカンフージェネレーションのテーマっていう曲が最初に作った曲、オリジナルソング、こっちが持ってきてテーマテーマって呼んでたよね。本当の曲名はカンフーキング、まあ、そう呼んだことはほとんどなかった気もしますけど、テーマって呼んでたこちらの107教室で、まあ本当に何だろう、初ライブ恥ずかしくてあんまり前を向けなかった、うん、そうだね、まあ、楽器も持ち立てだったしね当時ね、結成から1ヶ月ちょっとぐらいで初ステージ、そうだよね、まあでもそれでもオリジナルがあったんですね、そうだよね数回の練習でね多分オリジナル曲を、健さん歌うボーカルパートもあったよね、テーマね、テーマ B メロとか俺じゃなかったっけ。そうそうだよね、うん、まあ、今日お聞かせできないのが残念ですけども、はい、続いてオリーブ広場、ここも重要な場所ですよ、うんうん、これね、まあ、オリーブ広場っていう憩いの場がね、うん、当時あったんですけども、現在はそこに建物がね、うん、立ってて、立ってましたね、まあ、6号館オリーブテクノセンターっていうのが立ってて、オリーブ広場だからなくなっちゃったそうですね、うん、まあ、当時のオリーブ広場の写真もあるんだけど、はいはい、まあ、本当にこうベンチがたくさんあって、まあ、これが僕らが
よく見てきた風景だったんですけど、うん、これはもうなくて、うん、自販機なんかもあったりして、うん、これがなくて今はまあ立派な建物が建ってる、まあ、ここでね、うん、初めてゴッチと、ああもう有名な話ですねバンドを結成したというか、ここが始まりの場所、始まりの場所なんですよ。このオリーブ広場のベンチが、うん、ゴッチ初めて会った日にバンドをやろうって盛り上がって、うん、次の日に覚えてるかなと思ってキャンパスにゴッチを探しに行って、結構探さないと見つかんないんじゃない、なんとなくオリーブ広場にみんな来るもんなんです。なのでオリーブ広場にやっぱゴッチが座っててベンチに、うん、で、まあ、山ちゃんと今回座った写真があるんですけど、当時のベンチじゃないけどあって、うん、あの俺がねゴッチに昨日バンドやるって言ったよねまあこれ有名な話だけど、そうそうそう、当時の声の高さ、今低くなったけど声変わりしてね声変わりやっとしてやっとして、ここでバンドを結成された場所、そうですよ、オリーブ広場。写真のようにこのバツだったら、うんうん、今こうしてトークしてることもなかったであろう。山ちゃんバツしてるねこれ。ゴッチ役としてね、そうそうそう、うん、ゴッチも今回、うん、その関東学院にロケに行ったこと言ったんですけど、はい、オリーブ広場がなくなってたって言ったらめっちゃ残念がってました。ゴッチにとっても、うん、結成の地というか思い出の場所、そうだからちょっと残念がってたのを見てちょっと嬉しかったです。なんかゴッチは何やってたんですか当時。多分だからあれじゃないかな、授業前とか の、 あの憩いの場だからくつろいでたんじゃないかな。なるほど、そこ、うんうん、それを発見したわけですね、ゴッチを、ね、探してたというかね、まあ、うん、ストーカーされたって言われましたけどまあ間違いではない。続いて我々の所属していた軽音楽研究部の部室があった場所、はい、うん、ここにずっといたわけですよね当時ね。そうだね、まあ、授業をもちろん受けてたはずなんだけど、うんうん、だいたい大学行ったら部室にまず顔出して、部室に行って、僕はねあの違ったんですよ、校舎が、授業を受けてる校舎が違ったんで、うん、みんなほど八景キャンパスの方には行ってなかったんで、部室でじゃあ一日過ごしちゃったなんてこともあんまなく、あんまなかったですね。でもまあもちろん懐かしい場所だったけど、ね、工学部の実習棟が建ってて、はい、そう我々がいたシート部室って呼んでたんだけど取り壊されちゃって、はい、立派な実習棟が建ちまして、面影がありましたよね当時さ。シート部室もさ、部室とスタジオが置かれてて、うん、部室の方が確か部屋番号が106ってついてて、はい、スタジオの方が107だからこの部屋、はい、107スタジオを我々が建てた時というか完成した時に名前を何かつけようっつって、うん、なった時にゴッチがこの C の107の意思を受け継いで107スタジオにしたっていう、その名前の由来になった名前の由来になったそう物質がここだったんですね。ここだ、そう、まあ、当時の写真もね、まあ、懐かしいなあったりするけど、まあ、なかなかの年季入った建物でしたけどね当時からね。そうだね、うん、まあかいつまんで言うと汚い物質汚い、まあ、そのスタジオでしたね。僕らが卒業して割とすぐ壊される、うん、そうだね、噂を聞いた時はちょっと残念だったんだけどね、うん、続いてこのね物質があった場所からの近く、忘れちゃいけない大事な12号館、12号館我々の所属してた軽音部の部会がね、うん、毎週木曜日に行われてた場所、新入生が顔合わせしたのはこの12号館の1階だったよね、はい、確か1階でした、うん、1階で自己紹介して、うん、その後かな、なんかこうみんなで雑談タイムじゃないけど、うん、はいはい、こう仲良くなるために話したりするので、2階に移動したのかな。初めてね、初めて2人が、山ちゃんと俺があの出会ったというか会話を交わした場所なんだよね、うん、この12号館2階あった場所ですね。そうそうそう、山ちゃんが話しかけてくれたのかな。新入部員が集まってきてて、うん、誰かしらこうコミュニケーション取らないとなと思った中で、うんうん、多分最初に話しかけたのが嬉しい、光栄だよね、そんな選んでくれてさんだったんですけど、うんうん、冷たくあしらわれたっていうそれずっと言ってるよね、いろんなインタビューとか雑誌とかでも冷たくあしらいました。ケンさんは、ね、やっぱバンド組みたかったから、うんうん、自分に合いそうな人をもう合いそうな人か、うん、眼中にはなかったと思うよ俺のことはねそんなことないでしょ、こうやって話してね。でもこの後でも仲良くなったじゃないですか。でもこの時の記憶ないでしょ、俺と話した記憶。ある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 、あ、そう、あのまだ良かった。そしたら何が好きなのみたいな感じでビートルズって言った記憶はあります。まあね、このね、うん、自己紹介が行われた12号館なんですけども、うんうん、
こちらが、まあ、さっき言ったんだけど日付が判明しまして、いろいろ今回資料を。それは結構すごいんじゃないの。我々が日付が分かったのはすごいよね。新入生が初めて、はじかんのメンバー、まあ、もちろん清志だって言いましたよ。初めて会った日が1996年の4月11日。早いですね。4月入学式があってから結構間もなくな4月11日に会ったかもしれないですね。さっき言ったオリーブ広場で昨日バンドやるって言ったよねって言った日が翌日だから、うん、あ、じゃあもうゴッチにもうロックオンしてたって話は、まあ俺がね、ゴッチに対して目がハートになってたんで山ちゃんに言ってたけども、だからアジカンの結成日っていつなのってよくファンとかに聞かれるじゃないですか、1996年の4月12日なんじゃないかという説が、まあ、さっきのオリーブ広場で、出会いがやっぱり結成の意思確認をした日。そうだよね、なので結成の始まりの日だと思いますよ。もうここにね4月12日を結成記念日と、お、これは新しく判明した実日ということで、じゃあいいんじゃないですか、これ。よかったよかった。長年みん誰も知らなかった事実が判明したわけ。俺が実家まで帰っていろいろもうしっちゃかめっちゃか資料を、資料まあ当時の多分日記とかもね見ながら、あ、当時からだからもう正確なことが分かってんだけども、すごいすごい調べた甲斐があったよ。そうだね、そして、関東学院の我々の楽しいロケは続きまして、続いて訪れたのが9号館、これはもう当時のまんまというか、ままでこのちょっと寂れた感じも我々が知ってる9号館、まあ、学食だよね。学食の塔ですね。そう、ここでよくコミュニケーションを図ってたりしたよね、アジカメンバーでね。部室に集まる前後だったり、初期はね結構ちゃんとメンバーでご飯食べてたりしてんだよね。あんま覚えてないな、あの学食の中もあの休み特別に入らせてもらったんですけども、トレイ お盆があるじゃない、トレイ、トレイがねこれ当時のままなんじゃないかと。これすっごい嬉しかったよね。これ懐かしさ感じたもんね。山ちゃんめっちゃこれテンション上がってたし、一番この日のロケで山ちゃんがテンション上がったのこのトレイの時だったからね。一番当時のじゃないですかみたいな、頬ずりするんじゃないかみたいな、まあ、これはちゃんと洗ってずっと使い続けてると信じてますけど、だから継ぎ足しなのか新しいのもちょっと足しながら、でもこれ今風じゃないもんね。そうだね、だから本当に当時のままなのかもしれない、まあ、山ちゃんとねあの座って当時のこう食事風景みたいな感じで座ってみましたけども、まあ、この学食、9号館の学食で人がいない時にゴッチがこうアコギを持って新曲を披露してくれたこともあったね、まあ、この学食で楽器弾いてる人とかよくいましたけど、本当にいいのか分かんないけどあの、まあ、時間としてもアジカンのメンバーで集まってゴッチが新曲できたんだけどつってやったりした記憶もある、懐かしい建物、そして次に訪れたのが、SCC 館という建物、4階にベネットホールという立派なホールがありまして、こちらは我々デビュー後に訪れてるんですよね。そうですね、関東学院の学祭に呼んでいただいた、凱旋ライブ。そうですね、そうそう、ちょうどね我々はその時ツアー中でツアー2004スイカップノーメンバーノーベンバー、の2公演目かな、シェルターが終わってとか2公演目ぐらいでこの関東学院のベネットホールを訪れて、ライブをさせてもらって、サブタイトルがねスペシャル感が溢れてるんですけど、この関東学院の公演だけサブタイトルがついてて、サブタイトルのサブタイトルぐらいだったんだよね。そうだね、ノーメンバーがノーメンバーがサブタイトルだもんね、さらにそれにドクロ団の逆襲、おかんとにしてますよこのドクロ団の逆襲っていうのも、完全にこの検温部の内輪ネタなんだよね。内輪ネタですね、多分検温部の先輩とか OB が聞いたら、フォニーだべよみたいな特定の人物を今真似してますよね、ドクロ団だべよみたいな多分受けだから本当にその人たちに伝わればいいぐらいのあの気持ちで内輪乗りのタイトルつけてしまって、多分アジカンファンの方とかポカーンと当時ねしたと思うんですけど、学生当時ね、あのキャンパスの中でやったライブの写真なんかも出てきて、山ちゃんも家から持ってきてくれた写真今回あるよね、これで最初何の写真かなと思ってたんですけど、やっぱ中庭というかキャンパス内での演奏風景でね、そうそうそう、
当時の楽器、僕最初に買ったベースですよ、これ。貴重じゃん、うん、今はもうない7号館の101教室で、うん、秋の学園祭の時は101教室7号館のお借りしてたんですけど、うん、そこでやった学祭の写真とかも出てきて、はい、手作りのステージでね。そう、これみんなで前日仕込みするんだよね。そう、照明も自分たちで作る、うん、つけて。そうだよね、照明係とか PA 係とかみんななんか役職がね、うん、一応アジカのメンバーみんな部内では役員についたというか。ケンさん部長でしたからね。そうそうそう、4年生の時は部長っぽくないけど部長頑張って1年やったんだよね、うん。